はい、こんばんは。今日はですね、やっとちょっとすいません、なかなかちょっと15日に閉めて、そこからなかなかすぐ動画が上げられてなくて、ちょっとお待たせしたような感じになるんですけど、例のですね、コースター、これですね、こいつの、当選発表していきたいと思います。まあ言ってね、当選発表っても、前回3つっていうお話だったんですけど、なんか僕が思ったよりなんか応募者の方が多くて、まあ、ギリギリぐらいかなと思ったんですよ。4人くらい行ったらまあいい方かなとか、3人余るかななんて思ってたところに、で結構ね、合計で13名の方応募していただいてありがたいなと思いながら、まだ弱小チャンネルでですね、そうなんですよ。でそれもあったんで、ちょっと今回数増やします。はい、最初3つっていう話だったんですけど、もう5個出します。はい、5個出したら、でただ5個なんですけど、もう何だったっけ、マドラーか、このマドラーは多分最初から5個じゃなかったんで、全員に差し上げ、まあ別にいいんですけどね、実際いいのはいいんですけど、ちょっとまあ最初の3って言ってるんで、3名の方にはマドラーもつけます。ただ残り増えた2名の方はまあちょっとこのコースターですね、これだけになりますという感じで、ちょっとやっていきたいなと思うんですけど、まあ今回ね、すごいしょうもないんですけど、しょうもないけど、そんなにすごい人数が多いわけでもないんで、まあ、僕のこのチャンネル規模からしてですね、なので網だくしにしました。ただまあ忖度なしにいきたいんで、ここからまあちょっと何本か線は足していこうかなと思ってます。まあ、上から順番に数本線を足させていただいて、赤いね、ペンがあればよかったんですけど、なんだろう、これ、まあいいか、赤いペンがなかったんですね。で、全部ちょっと1本ずつ足していって、微妙だったな、これ、線が、この辺っていうとこか。はい、こんな感じで、まあ、ちょっと太めの線がそうなんですけど、プラスさせてもらいました。という感じで、今日ちなみにやっぱアクテルチャンネルなんで、なんかないとなと思いながら、一応牛乳ちょっと余ったんで、カラビルでなんかすぎる説はあるんですが、せっかくなんでこれどっけだけはこっちにしようか。はい、そんな感じで、まあ早速ちょっとやっていきますね。まああまりこう引っ張っても仕方がない話なんで、まあ一人目いきましょうか。もうサクッと、次こうしようか、こういう方にしようか。最初なんで、ね、真ん中の方いきますか。この辺いきますね。ここからじゃあスタートしていきます。はい、これ見えるかな。ここからスタートで、こうか、何だったっけ、縦の線は神の石、横の線は人の石。これ僕好きな浜マイクで言ってましたね、こういうセリフ。合ってるか、これ下がっていって上がる、下る、それよくわかんないけど、上がる、こう上がる、戻る、これどうするかな。これも行くか、上行く、こっち行く、結構動くな、上、もう一回も上行く、下がる、下がる、結構下がるな、これ。はい、1、2、3、4、5、はい、では一つ目こちらですね、ぬこ茶漬けさん、おめでとうございます。すごい地味なんですけどおめでとうございます。で、一人目がこれ1にしておこうか。はい、一人目決まりました。じゃあどんどんやってみますね。二人目、一番下の方いってみるか。2にしておきますね。2、ぬこ茶漬けさんが1、1、2、まあこの辺までマドラー、3人までマドラーつけますんで、いきます。映ってるかな、映ってますかね。はい、2、上がる、上がる、上がる、戻る、戻る、あ、結構戻るな。同じ結果になるとかないですか。で、こうか、こう、あ、違うか、下がる、お、これは下行って、お、よかったですね。これ一番最初に多分一番古かった、どうなんだろう、これわからないですけど、
花子コアラさん、おめでとうございます。2×2=2ですね。はい、おめでとうございます。マドラー付きでコースを動くさせていただきます。3人目どこにしようかな。ここにしよう、ここにしよう。3ってこうか。3人目いきますね。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、前のあの抽選した時のアプリ使えばよかったんですけど、やっぱねこういうのもいいかなと思って。じゃあ、あら、これかぶる、あ、かぶれない。で、戻る、下がる、上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 がる、まだ戻る、すごいなこれ。戻る、なかなか結構面白い感じに、お、来たねこれ。はい、まあ、ほとんどの人が当たるんですけどね、半分ぐらい確率高いですね。これ3人目ですね。 2M さんなのか、とトムさんなのか。はい、おめでとうございます。あと2つですね、コースターで。マドラーは、もうないので、コースターだけになります。これいくか、4、4ってどうだったっけ、こうか、4。じゃあいきます、どんどんいきますね。見えてるから、ね、下がる、戻る、下、上がる、あれ、あ、絶対かぶることはないですね。そういうもんか。ある、戻る、あ、頭が悪いんじゃない。お、これか、こうか、いいのか。ちょっともしかして間違ってるかもしれないですけど、間違っててもまあこう、そういうことで。4番目、田中一郎さん、おめでとうございます。田中さん多分結構前からあのいろいろコメントいただいたりしてるような気がしてるんですけど、おめでとうございます。まあ、ちょっとコースターだけになるんですかね。最後お一人、どこにしようかな。この辺か、ここでしょ、あえて近いところ。じゃあ最後ラストいきますね。戻る、上がる、下がる、下がる、上がる、あれ、これかぶれないか、かぶれないよそればっかり。はい、早かったな今回。サンソン塗装替え道場チーム K さん、おめでとうございます。ということで185人全て決まりました。もう一回言いますね。マドラー付きは、ぬこ茶漬けさん、ぬこ茶漬けさんも昔からコメントいただいてましたね。2番、かなこコアラさんで、3人目、2M さん、4人目、田中一郎さん、それから5人目、サンソン塗装、塗装じゃないな、サンソン戸替えですね、戸替え道場チーム K さんという形になりました。すいません、残念ながら外れた方申し訳ないんですけど、まあ、またね、面白いのがあったらしようかなと、ちょっと面白いと考えてるんですよ。これがね、多分11月ぐらい、まあ、プレゼントばっかりやって何やってんだっていう話なんですけど、まあ、あの目的としては別にあの登録者欲しいとかそういうのは実際全然ないんで、ただ単純に今回はこれに関してはあのあれですね、あの本当欲しいって言ってもらえた方がおられたんで嬉しいなというところでやっておりますという感じで決まりました。で、これそう、方法ですよね。まあ、ちょっとあの全然あの話違うんですけど、ちょっと僕の中でヒットしたのはこのネーミングセンス、この元タレントさんいいネーミングですよね。すごいセンス感じました。本当に元タレントさんだったらあれなんですけど、まあ、いっぱいいるでしょうしね、元タレントさん。はい、まあそんな感じでですね、という感じで、よく考えてなかったんですけど、そのじゃあその連絡手段としてどうしていくかっていうのが、まあ、インスタグラムか、ツイッターの方に、もう僕多分こうリンクしないんで、誰が誰っていうのか、ちょっと皆さんの方からあの当選したんですけどっていう風に送っていただくか、まあ、あのコメントの方で、あれですね、そのアカウント名言ってもらったら、あのツイッターのアカウント何々ですとか、インスタグラムのアカウント何々ですとか言っていただくか、もしくはまあ直接 DM いただければそれで反応していこうかなと思います。
これ先が出るんじゃないかなとかちょっと思ったりしてるんですけど、どうなんだろう。まあその辺ちょっとまあわからないんで、やりながらやっていこうかなと思います。前回どうだったっけっていうところなんですけどね、まあ、前回問題なく皆さん手元に届いたみたいなんで、今回もまあちょっと発送のタイミングがどうなるか、極力ちょっと早めにやっていこうかなと思いますので、はい、そんな感じで、よかったら、よかったらじゃない、ご連絡ください。お待ちしてますって感じで、今日は終わりたいと思います。まあこんな感じなんですよね。まあよかったら手元に届いたらまたなんか連絡いただければ幸いですし、もうもしくはまあまあSNS はされてると思うんで、まあ使ってるよってなんかやっていただければ幸いかなと思います。そんな感じですね。はい、ということで、まあ5名の方こちらとで、3名の方このセットをお届けさせていただきますので、楽しみに待っててください。ということで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。